はい、どうも、おもちゃんねるんです。今回はこちら、前回紹介した新型シンカリオンの今回はトリニティ合体をやってみたいと思います。ではとりあえず3秒ともシンカリオンモードへ変形させてみましょう。変形の仕方は軽くおさらいなんですけども、3両ともほとんど同じで、2つに分割して車輪をこのように出して肩を広げる、腕の方向を整えてあげて、こっちのパーツは連結器を折り込んで引っ張る、そして足を開いて両足を引っ張って出します。でここを開けてあげて2つをジョイントしてやると、はい、これで単体のシンカリオンモードへ変形完了です。やっぱり何回見てもかっこいいんですけど小さいです。で残りの2両も変形させると、はい、こんな感じになります。やっぱ3つ並ぶとかっこいいっすね。ではここからは、ここにも書いてあるそれぞれの車両が主体のトリニティ合体をやってみたいと思います。まずは700のぞみが主体のトリニティネオ行ってみましょう。では新幹線モードに戻した状態から行ってみたいと思います。まずはパーツを分離、ヘッドのカバーを開けます。で連結器をしまって引っ張る、足を広げます。でとりあえずこの状態でジョイントさせて合体。次に光レールスターを分離させて前のパーツをプッと引っ張り出します。でここからが面白い、グッと下げてグリンと回して拳を出す、これが右腕になります。で左腕も同じようにみずほで作ります。分離させて引っ張って下げて回転させて拳を出す、これで左腕が完成。続いて右足は光レールスターで、この状態からだと連結器を後ろに回して両方引っ張って出します。これで右足の完成。シンカリオンを分離させてからだと足を閉じて揃えてあげて、ここをカチャンとすれば完成です。左足も同じように連結器を曲げて伸ばして出す、これで OK。 あとはメインの望みに右腕、左腕、右足、左足をつけて、最後にヘッドパーツをかぶしてあげると、きたー、なんだこれ、スタイル抜群のトリニティネオ。足はスリムでめちゃくちゃ長くて、腕はすごくごつくて強そう。武器は何でもいいんで持たすことはできるんですけども、付属の武器だけだとちょっと寂しいですね。なので適当にジョイントさせて適当に強くしちゃいましょう。むちゃくちゃですけどなんとなく強そう。ちょっと無理があったかな。ちなみにこの状態での可動域はこの腕の付け根の部分とここの関節と腰回りと膝の部分と足の先の部分。足はそこまで自由が利かないので複雑なポージングはちょっと無理ですかね。で説明通りにやるとこの組み合わせなんですけども、シンカリオンはいろんなところが互換性たっぷりなので左右逆にして取り付けることも可能です。もちろんヘッドパーツもこの後の合体で使うんですけども、別のものに変えることもできます。でもとりあえず戻しておきましょう。では残り2つのトリニティ合体は組み合わせが違うだけでほぼこれと同じなので、さっとやってみたいと思います。では行ってみます。光レールスターが主体のトリニティハイパーにしてみます。まず光レールスターをこの状態にします。で各パーツはみずほが右腕右足、のぞみが左腕左足です。あとはさっきと同じように各腕と足を取り付けてあげて、最後にヘッドパーツをかぶしてあげると、これでシンカリオントリニティハイパー完成です。あ、個人的にはトリニティネオよりこっちの方が好きですね。それにしてもスタイル抜群です。多分ヘッドパーツがかっこよさを左右するのかもしれないんですけど、トータル的にもこっちの方が好きですね。ではどんどん行ってみます。次はこれ、みずほが主体のシンカリオントリニティメガです。
これも同じくみずほをこの形にして、右半身が光レールスター、左半身がのぞみです。それぞれをみずほに装着してあげて、最後にヘッドパーツをかぶせてあげると、はい、これで完成。トリニティメガですね。あー、これもこれでかっこいいですね。でもね、順番的にはさっきのハイパーが一番やっぱり好きですかね。あ、でも近くで見るとヘッドパーツはこのトリニティメガが一番好みかもしれないです。何度も言いますが、抜群のスタイルです。あともう一つ、ギガブースターモードっていうのがあって、これまでに発売されたシンカリオンに今回の車両を合体させてパワーアップさせて遊ぶことができるので、これもやってみましょう。では今回は僕のお気に入りのシンカリオンの輝きでやってみたいと思います。ちなみにこの時点でちょっと大きさ比べてしまうんですけども、身長の高さはほぼ同じぐらいですね。見た目の威圧感は今回のものが勝ってるんですが、今までのシンカリオンのデッキの良さも結構際立ちますね。やっぱり1種類の車両でこの大きさが実現できるのはすごいと思います。では少し話が取れましたが、ギガブースターモードをやってみたいと思います。ギガブースターモードはそれぞれの後ろのパーツとウェポンベースを使います。変形の仕方は伸ばして足を開いてあげます。で、ここを2つ伸ばして連結器をこうしておきます。で、この状態にウェポンベースをくっつけて、お好みのシンカリオンの背中に装着してあげると、はい、これで上半身がパワーアップのギガブースターモード完成です。後ろから見ると迫力が増してさらにかっこよくなってしまいます。武器は輝きベースだとドーリンハンマーと合体させて大車輪ドリルを作ります。そして持たせてあげると、これで完全に迫力満点のギガブースターモードが完成です。さらに強そうになりました。全体で見るとこうなりますね。なかなか上半身がパワーアップしましたね。あとは他の2両も同じようにこの状態にして、お好みのシンカリオンに装着させてギガブースターモードを楽しみましょう。はい、ということで今回は新しく発売されたシンカリオン3体、700のぞみ、700光レールスター、 N700 みずほ、それぞれを使ったトリニティ合体と、今までに発売されたシンカリオンをパワーアップさすギガブースターモードをやってみました。いや、それにしてもシンカリオンの世界はどんどんパワーアップしていきますね。今後もいろんな車両がいろんな変形ロボの形で出てくると思うので、どんどん追っかけていきたいと思います。それでは今回はこの辺りで、皆さん他の動画や高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、さよなら、バイバイ。はい、どうも、おもちゃんねるんです。今回はこちら、プラレールのシンカリオンに新しい仲間が登場しました。新幹線変形ロボ07シンカリオン700のぞみ、08シンカリオン700光レールスター、そして09シンカリオン N700 みずほ。今回はこの3両をレビューしていきたいと思います。それでは軽く箱を見ていきましょう。